ダイアンソーンは、アメリカ合衆国の女優及びモデル。アメリカ合衆国コネチカット州グリニジ出身。テレビの番組で、コメディエンヌとして活動していたが、1974年に、イルザナチ女収容所悪魔の生態実験にて、豊満な胸と、凛とした美貌で収容所の女所長役を主演した。 イルザは低予算のエクスプロイテーション映画であったが、世界17カ国で公開されこの種の映画としては大ヒットとなった。この人気を受けて、後に俗に女衆者と呼ばれる類似作品が制作された。イルザは女衆者のの代表作として公開後30年を過ぎてもコンテンツとしての魅力を失っていない作品であり、主演女優としての彼女もカルトな人気を獲得している。 彼女は本名でイルザに出演し、続編とも言うべき、イルザアラブ女衆養所悪魔のハーレム、イルザシベリア女衆養所悪魔の臨機集団にもイルザ役で主演したためか、イルザとしてのイメージが確立する。本人によればその後もイルザのような役のオファーがあったのだが、オーディションではなぜか最後にイメージが違うとして落とされたという。近年の作品ではリアル面において、 性転換した男性役を演じている。1975年にイルザで兵士役として出演していたハワード・マガーと結婚。後年は二人でラスベガスにて無宗教者のための結婚式場を運営していた。2020年1月28日、水臓んのためラスベガス市内の病院にて死去。83歳坊津。ありがとうございます。